はい、今回は、まあ、モノタロウから花粉集体の商品が届いたんで、まあ、簡単に紹介したいと思います。まあ、このタオルペーパーですね、これが2つですね。まあ、これは拭いたりとか、まあ、お手拭きとか、まあ、テーブル拭き、まあ、いろいろ使いますね。まあ、次に、まあ、布感覚で使える紙ウエスということで、まあ、丈夫な紙でできているのでしょう。で、次に、まあ、酸素プリーツマスク。まあ、まあ、マスクですね。で、あと、業務用抗菌スポンジ。まあ、いろいろ洗うときに使える、まあ、スポンジですね。あと、洗濯用の、まあ、洗剤。1キロ。ね、であとは、単4電池、開かない、単4電池40本ですね。であと、まあ、単3電池も40本。まあ、今回3000円分で、まあ、日用品のセットをもらうようにしましたんで、まあ、使えるものばっかりなんで助かります。以上です。